サミュエル・フラーはアメリカの映画監督。マサチューセッツ州ウースター出身。本名はサミュエル・マイケル・フラー。17歳の頃から新聞社の犯罪レポーター、パルプ小説のゴーストライター、脚本家などの職に就いた。第二次世界大戦中、北アフリカからヨーロッパでの厳しい戦闘で勲章を得る。1949年に地獄への挑戦で監督デビュー。 この時は、わずか10日間で撮影が終了したという。自らの裏社会での経験、戦争中の困難な体験、そして米国南部での人種差別への取材などから、独特のエキセントリックな作風を生み出している。ほとんどの作品が独立プロダクションの中で低予算で、早取りで作られた。アメリカでは、B 級映画監督とみなされていたが、フランスなどでは高く評価され、後に、 米国本土でも再評価された。晩年は制作の本拠地をヨーロッパに移し、時にはビムベンダースや秋カウリスマキの作品などにゲスト出演した。撮影時のアクションのスタートはピストルをぶっ放して始めたというエピソードも残されている。ジャンリュック・ゴダール監督の作品、吉街ピエロで映画とは何かとの質問に映画とは戦場のようなものだ。 憎しみ、アクション、暴力、そして死。要するに、エモーションだと答えたことは有名。ありがとうございます。